角度だ。でまた下ろせ。はい、これもそうです。チョン・ソンリョンは一つ飛ばします。山根に入らずチャンスだぞ。止めといて、シュートを狙ってきた。先制ゴール F マリノス西村、マッチ先制です。まあ、川崎の方はね、このビルドアップしようとしたところでエウベルですかね、がよく引っ掛けましたし、まあ、西村もインサイドでうまく流し込みましたね。まあ、ジョンソン・リョンの動きを見ながら綺麗にこう力の抜けた形で、はい、手前に3人、奥にアンデルソン・ロペス、あ、コースを変えた。2点目来ました、エウベル。セットプレーから、ここのこぼれたボールですよね、反応早かったですね。アンデルソン・ロペスが触って、でその後の反応っていうのは素晴らしかったですし、まあ、川崎からするとこのジェジューとアンデルソン・ロペスのところですよね。ジェジュー少しこうシーニョ抜けた、踏み込んだ、佐々木のマイナス、右から来た、橘だ。1点返しました川崎。佐々木がえぐって最後橘田です。いや、ここでね、佐々木うまく入れ替わりましたね。その後もよく見てましたね。キーパーとディフェンスの間入れ流し込みたいんですけども、そうではなくてね、橘田の動きを見ててしっかりとそこにラツパスを送りましたし、橘田、まあ、合わせるだけでしたけどもしっかりとね入れましたね。中にディエゴ、内側近いところで阿部が呼んでいます。切り返し、阿部シュート、ラストパス、オンゴール、東京先制。サイドをえぐって折り返し、それが相手のミスを誘発しました。人数かけてましたね。そうですね、左サイドのこのかけ方も非常に良かったですし、まあ、トライアングルができて、やっぱり FC 東京の狙いはこういうところなんですよね。ポケットのところに入る、でワイドをうまく使ったところによって相手を広げさせて、でそこのスペースを作って、まあレッツも人は戻ってましたけども、まあ、対応がゴール向き、まあ、自陣のゴールに向かいながらの対応になるので、まあ、こういうプレーになってしまったというところじゃない、まあ、なかなかねボールが最終的に合わなかったりしますけど、中村穂高は今コンディションいいんじゃないですかね。はい、体を入れたディエゴ・オリベイラ、引きつけて渡辺亮馬、ディフレクションして追加点。東京2対0リードを広げます。スローインカードですね。さあ、これ向かっていくようなボールでパーから来た、大外でユンカーセットプレーから取りました。開幕早々新加入、挨拶代わりのゴールになります、キャスパーユンカーです。僕もね、今ね1本目のコーナーなんで、はい、十分警戒した方がいいぞと、はい、まあ、ゲームの入り方最初の15分、はい、プラスやっぱり1本目のフリーキック、コーナーキック、そこをね十分警戒しなければいけないと、まあ、そこをうまく1本目にね、はい、長屋が点取って見せたっていうところはまあさすがだなと思いますね。ファーサイド折り返した、川崎のクリア、シュートだー。先制点は鹿島、ディエゴ・ピッツカ。いやー、ちょっとこう倒れたりとか
あったんでね、みんなちょっと止まっちゃったところもありましたよね。でもシュートはすごい弾道が抜けてきたんで、キーパーとしては難しいですね、はい、見えないところからボールが来てると思うんで。ポジション争いのところであれですね、今ちょっとサイレント鈴木馬が行く、鈴木馬が行く、奪ったシュートだ、シネンのゴール、鹿島2点目。ちょっとほころびが出ちゃいましたね、まあ、追加点は鹿島。落ち着いてますよね、まあ、知念選手はね、もう出してもらえれば問題ない形なんでね。まあ、今浅田選手もね、あそこでちょっとファールしてしまうと退場にもなってしまいますし、はい、あそこはもう我慢するし。10ボール目という形になりましたが、さあ今度はロングボールを使ってきました。谷口、伊藤に託した。西尾との勝負、ドリブルでかわしてパスを選択、シュート、先制点は新潟。溜めて溜めて、まあ、自分たちのこう味方を上がる時間というのを作りましたし、まあ、最後シュート、まあ、逆サイドネットに抑えを意識した、まあ、しっかりと正確に、まあ、谷口は枠に飛ばますよね。そうですね、タメラ入れ替わりたいんですが、なんとか入れ替わって、山中ワンタッチでクロス抜けてきて、ジョルニクルークス、レフティ同士のパス交換になりました。そしてクロス、ファーサイドヘッドだ、セレッソ同点、タメラが決めました。7年ぶりのゴールでセレッソ同点に追いつきました。まあ、低くて速くて強いボールなので、はい、マイケル・ジェームスも飛んでるんですけども、まあ、少し反応が遅れるんですよね、まあ、その背後のところにタイミングよく、まあ、タメダが入ってきて、まあ、ドンピシャの得点でしたね。そうですね、まあ、いきなりクルークスの左、タメダ、香川、山中に出た、加藤睦月が走り込んでいる、加藤の先、ジョルディ・クルークス、こぼれたところ奥野だ、セレッソ逆転ですよね、ここですよね、まあ、山中のスピードを落とさないという香川のパスも素晴らしかったですし、まあ、山中の左足のこのキックの精度ですよね、まあ、ニアでしっかりと釣って、まあ、こぼれ球に、まあ、チャンスというところでの判断を持って、まあ、奥野がこう高い位置を取って、ハイボールを蹴ってきます、ヘッドだ、そのままねじ込んだ、千葉です、千葉か、になりましたね、まあ、ここまでインスイングのボールは多かったんですけども、まあ、アウトスイングに変えて、まあ、高さをこう生かしきったような、まあ、得点になりましたね。少し斉藤、斉藤、佐々木、クロス入れる、ヘディング、武藤、こぼれ球、パトリッキー、2023年神戸の初ゴールはましたね。この武藤選手のね、潰れも良かったですよね。いやでもシュート簡単じゃないですよ。ここもねしっかりと奈良選手はついてたんですけどね、このイレギュラーで少し変化加わってのこのパトリック選手のシュート、柏に変化させたっていうところでいうと、ガンバの方がある程度ここまではやりたいことを、まあ、やれているのかもしれません。背後を取りました細谷です、細谷真央、細谷が行く、中入れて、こぼれ球、後ろから片山、レイソルでのファーストゴール、片山です。でそこに対して必ず内側にポジション取るっていう良さが出ましたし、まあ、最後アウトサイドで抑えの効いた素晴らしいシュートでしたよね。片山見事ですね、良さが出ましたね、良さが出ました、はい、三浦玄太から山本、ダワンへのパス、山田はクリアできず、ダワン、宇佐美が来た、宇佐美が来た、宇佐美だ、こぼれ球1対1、ハイスコアに戻しましたガンバ大阪、なんとか体に当てたゴールキーパーの佐々木、ポジション取ったのは
でそこからこう狭い局面ですけど宇佐美にいい形で渡して、で最後はやっぱり宇佐美のそのうまさですよね、はい、何かこう気持ちでねじ込んだというゴールだと思いますけど、やっぱ懐にやっぱりボールを収めるとタッチも細かいですし、足出すとやっぱり PK の恐れもありますから、ドリブルのコース取りと受けた場所非常に良かったんじゃないですかね、はい、見事でした。そこをいなして背中でこうライン間でボール入ってくるとこういうところですね、一気にスピードアップできますね。ガンバの方もメッシのロックリックから黒川です。黒川えぐりに行く、黒川クロス、パスタが触る、こぼれたまま鈴木武蔵、後ろからダワン、ダワンのシュート、あー決まった、弾き切れませんでした佐々木、ダワンのミドル、1対2ひっくり返しましたガンバ大阪。右足で巻いた形ですけど、どうですかね、不規則に変化したんですかね、当たったんですかね、どうかな、まあ、佐々木の手元で少し落ちた感じ、弾こうとしたんですよね、はい、そんなになんかこう難しいボールではないかなとは思ったんですけど、決めました、冷静でしたね、エースの照明細山を2対2、98、あったと思いますよ、助走もそんな長くなかったんで、そして西川、杉岡がまた厳しくいく、そして奪って、さあその杉岡のガンダーと滑り込んだ、シュート決まった、大橋ファーストゴール、まあ、ここでショートカウンターもはめて、このワンタッチでもうこの中の状態で今もう2対1という状況をうまく作り出しましたし、まあ、そのグランダーのクロスのところもしっかりこ うまく合わせられたなというところ、もうここですでにこう数的優位になって、川原のあの辺のボールの置きどころいいですよね、石原でカットして、さあ町野だ、町野、そして平岡、ただ失礼、大橋でしたが失礼、旗がゴールですね、ゴールになります、大橋今日2ゴール、ここですね、なるほど、はい、ここの上げ方がちょっとうまくいかなかった、トスからするとうまくいかなかった、まあ、湘南からするとうまくその背後のところ取れ、時とは違って主観ではありませんので、そのままで今度は平岡、なんと湘南がこの点取った時のこう背後の進入の仕方ってところがこうより明確になってますし、まあ、こうコントロールしてからシュートまで非常にスムーズ、まあ、湘南からするとこの前半の岩崎折り返して、ここは小野、今度こそ1点正真正銘、これは返しました、小野です、でしょう小野です、まあ、この小野のパスが畑の股抜けたことによって、まあ、ディフェンスからすると、まあ、想像できなかったってところ、予測できなかったところ、この本田の、はいはい、まあ、ここ切ってると思うので、うん、でこれ岩崎が、まあ、中見てしっかりこうワンタッチ入れて、まあ、非常にこう小野の立ち位置が良かったなって感じしますよね、まあ、コントロールしてまだ時間ありましたし、まあ、最後、まあ、うまく決まったこと、川原追っていく、さあこれ町野に入った、そして大橋抜けた、ハットトリック、湘南大橋が開幕戦でハットトリックです。1対町野がこのパスのタイミングとコースも非常に良かったし、このコントロールで決まりましたね、このコントロールで相手の背後取ったところと、まあ、これに対して、まあ、少し引っ張られてますけども、はいはい、まあ、転ばなかったところ、さあこれ一気に5点目となればもうかなり勝負勝利へ濃厚になってこようかというところですが、セットプレー、あーここもデザインされて、また小野瀬、5点目湘南、まあ、ストレートボールに対してしっかり面作って吹かさないってところ、まあ、これ最終的にしっかりこうボールマウスに対してこう叩きつけるようなシュートだったので、